ニニャスティース岩倉のミルクちゃんです。こんにちは、はい、ということでですね、今日も質問が来ていますので、回答していきたいと思います。カエルさんより、ジャスティスさん、トレーニングの、部位分けと頻度を教えてくださいと。はい、部位分けと頻度ですね。まずですね、部位分けなんですけれども、私はですね、1日1部位をトレーニングしています。はい、例えば胸の日だったら胸を、いろいろトレーニングする。で、2日目は背中、3日目は、足、4日目肩、5日目腕、6日目お腹というふうにですね、1日とにかく1部位を、トレーニングしています。なので頻度についてはですね、それを大体1時間ぐらいで私の場合はトレーニングをおしまいにします。はい、それなんで、まあ、毎日やる感じでございます。はい、で、まあ、少しですね、仕事を重なったりとか、そして疲労とかがたまったらなってこう自分自身で感じたときはですね、休養をとって積極的に休むというような感じでやっております。はい、で、まあ、時間がないなってときなんかはですね、スーパーセットでですね、2等3等を1日のうちにやっちゃうとか、そういう感じのやり方もする場合もあります。こんな感じでよろしいでしょうか、カエルさん。はい、質問ありがとうございます。またですね、質問等ありましたので、私が答えられる範囲で、回答していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。では、この辺でありがとうございました。にゃっ